広沢池は京都市京区佐賀広沢町にある周囲1 3トルほどの池である。別名返上寺池。1969年より歴史的風土特別保存地区の指定を受け、2010年には農林水産省のため池100選に選定された。また、日本三沢の一つにも数えられる。かつては考えようとして30丁部の田んぼを潤していたが、近年は、 鯉の養殖など養魚地として活用されている。西岸には池へ突き出るような形の小さな人工島、観音島があり、橋が架けられている。島の内部には石像の千樹観音が祀られ、先端には弁天堂もある。平安時代中期の989年、官庁総城が朝原山の麓に返常寺を建立する際、本堂の南に、 庭池として造営したと伝えられ、これが別名の由来となっている。王子は観音堂、月見堂、釣戸の占領亭などがあり、月見の継承地として、大宮人のみならず多くの人に親しまれてきた。また、佐賀の一体を開墾した畑氏が、ため池として作ったとの遺説もある。池は、返上寺の衰退ともにスタで、寒期には中島も消失したが、明治時代中頃に、 地元の勇士らが王子を忍んで島を築造した。島内に安置された、総高160センチメートルの11面千磁観音石像は、元温度山山城にあった、蓮華寺の石本家群中から明治年間より、借り出されている一帯で、現在蓮華寺にある五体の如来座像と同じ岩手、作者によるもの。夕顔のモデルになったとも言われる大顔が、10世紀の後半、月見の最中に、 地範で休止する珍事があった。古来から、寒月の池として知られ、数々の歌に読まれている。地範には桜、カエデ、柳が植樹され、マガモ、ケリ等の鳥類やトンボも多く見られ、地元の小学校の自然観察教室や、写生教室などにも利用されている。ありがとうございます。